皆さん、こんにちは。DVE 幻想郷鉄道の開発は52期間続き、本日、ついに最初の正式版をリリースすることになりました。まず、JIS 部上の貢献者の皆さんに特別な感謝を申し上げます。彼らは信号システムを作成した N700SK と新しい路線図を描いたアシュビルです。それでは、DVE 幻想郷鉄道を正式にご紹介します。幻想郷鉄道は、東方プロジェクトの幻想郷にある架空の鉄道システムで、DVE トレインシムを使用して再現されています。今回の最初の正式版には、環状線の約3分の1に相当する区間が含まれています。この区間は、白霊神社から人間の里までです。全長 22.4km で、6つの駅があります。白霊神社は高架駅であり、南人間の里駅と人間の里駅は地下駅です。現在、幻想郷鉄道では JR 東日本の E129 系を使用しています。使用した DVE 列車データは MC13233 が作成しました。列車作者のウェブサイトからダウンロードすることができますし、後ほどこのビデオで詳細なガイドもあります。次に、路線に含まれる2つのダイヤを紹介します。列車番号は 10AM と 103M です。10AM は白霊神社北側の白霊電車区から出発する毎日の始発列車で、途中のすべての駅に停車します。7時21分に白霊神社を出発し、7時42分に人間の里に到着します。所要時間は約21分です。一方、103M は 10AM の列車が人間の里から折り返し、白霊神社に戻った後、8時51分に出発する普通列車です。同様に途中のすべての駅に停車し、9時12分に人間の里に到着します。2つの列車の運転体験にはそれほど大きな違いはありませんので、皆さんは自分の好みに合わせて選択できます。それでは、インストール方法に紹介します。まず、Windows システムのデバイスが必要であり、その上で DVE、トレインシムをインストールする必要があります。次に、路線をダウンロードする必要があります。以下の JIS 部のリンクを開き、リリースをクリックし、ディストリビューションと書かれたバージョンをダウンロードします。もちろん、開発の経験がある場合や、路線の継続的な更新を取得したい場合は、GIT などのバージョン管理ツールを使用してリポジトリをクローンすることもできます。列車の作者は私ではありませんので、列車作者のウェブサイトにアクセスしてダウンロードする必要があります。readme 内のリンクオフザビークルデータを見つけるか、またはビデオの説明に記載されているリンクに直接アクセスしてください。ウェブサイトに入ると、ダウンロードをクリックし、ワンドライブのリンクに移動して列車をダウンロードできます。列車をダウンロードした後、列車が正常に動作するためには、チャンネル ATS プラグインというプラグインが必要です。このプラグインの作者は私ではありません。このリンクにアクセスして、プラグインをダウンロードできます。すべてのファイルをダウンロードしたら、ファイルパスを正しく設定する必要があります。初心者の方には、以下のデフォルトのパスに従ってファイルを配置することをお勧めします。路線フォルダと列車フォルダは同じ階層に配置し、チャンネル ATS プラグインのフォルダはその上の階層に配置します。ファイルパスを設定したら、DVE で路線を開くことができます。DVE を起動し、右上の3つの点をクリックし、路線を保存した場所を選択し、確認をクリックすると、ウィンドウに路線の選択肢が表示されます。問題がなければ、路線がロードされる際にエラーは表示されません。そして、あとは楽しく幻想郷を走る列車を運転できます。路線に関する紹介は大体こんな感じです。このシミュレーション路線は、現時点では白霊神社から人間の里への片道運行のみですが、将来的には延伸され、最終的には環状路線として完成する予定です。また、他の路線も追加される予定です。もしご興味があれば、JIS 部でコードリポジトリを見つけることができますし、誰でもこのプロジェクトの開発に参加していただけます。以上がすべてのコンテンツです。
ご視聴ありがとうございました。